皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ルートレス山崎です。本日の動画は木製のバードフィーダーにちょっと早めのクリスマスの飾り付けをしましたという動画です。先日100円ショップダイソーでいろいろと買ってきたのですが、一気にいろいろと飾り付けしてしまうと鳥たちに警戒されてしまいそうなので、とりあえず今回は木製のバードフィーダーの前にミニクリスマスツリーを置いてみました。シジュウカラさんたちはバードフィーダーに多少の変化があっても全然気にしないようです。ハシブトガラさんもゴジュウカラさんもバードフィーダーに飾り付けしても問題はないでしょう。いつも私は彼らのことカラ族の皆さんと言っていますが、厳密に言えばシジュウカラさんとハシブトガラさんはシジュウカラかシジュウカラ族で、ゴジュウカラさんはゴジュウカラかゴジュウカラ族なのです。北海道で見られる代表的なシジュウカラかの鳥は山柄さんやコナラさんがいます。それとシジュウカラさんによく似たヒガラさん。シジュウカラさんは黒いネクタイをしていますが、ヒガラさんはカジュアルなノーネクタイなのが特徴です。それではゴジュウカラカにはどんな鳥がいるのかというと、シジュウカラカよりも少なくゴジュウカラさん、白原ゴジュウカラさんと九州ゴジュウカラさんだけです。クリスマスツリーに本物の雪が積もっていい感じになってきました。とても100円には見えないというとちょっと言い過ぎですが、これはこれでよしとしましょう。それでは続いてスズメレストランの様子も見てみましょう。スズメレストランにもクリスマスの飾り付けをしたいのですが、ハロウィンの時にカボチャのジャックオーランタンを置いただけでスズメたちが近寄らなくなったことを覚えていますか。スズメさんたちはとても警戒心が強く、ちょっとの変化でもバードフィーダーに近寄らなくなります。この警戒心の強さはうちに来るスズメたちだけなのか、それとも日本全国そうなのか分かりませんが、この寒い時期にクリスマスの飾りを怖がってご飯を食べられなくなるのはとてもかわいそうなので、スズメレストランにはクリスマスの飾り付けはやめておきます。今日からバードケーキ用のバードフィーダーを3つにしました。右端の黒いバードフィーダーはヒヨドリさん用、真ん中がスズメさんたちとカラ族の皆さん用、そして左端の棒型バードフィーダーはカラ族専用として3つ用意したんですが、そうは問屋が下ろさない、思ったようにはいきませんね。どうしても棒型バードフィーダーのバードケーキを食べたいスズメさん、必死にホバリングしてはバードケーキを一口食べて落ちてゆく。動画ではだいぶ分カットしていますが、これを延々と繰り返すスズメさん、そのうちにスズメじゃなくてハチドリになっちゃうよ、もうすぐにアルシンドになっちゃうよ、ハチドリになったらなったで必死に羽ばたいてホバリングするためにものすごくエネルギーを使うため、常に花の蜜を舐めていないと餓死してしまうそうです。スズメさん、そうなったらどうするの。もうホバリングはやめなさい。ゴジュウカラさんってこう見ると大胆っていうか、バードケーキの食べ方がダイナミック。バードフィーダーを大きく揺らして
次から次へと飛び移って、さすが森の忍者だね。この動きは50から3にしかできないよ。このスズメさんのようにふわっとバードフィーダーに止まることができる子もいれば、先ほどのスズメさんのようにただがむしゃらに同じことを繰り返す子がいて、ふわっと止まれる子は天性の素質があるのでしょうね。こればかりはどうにもならなくて、見ても真似できないのは人間でも一緒だよ。いきなりどうした、ひよどりさん、今日は調子いいね。やればできるじゃん。まるで四十からさんのように棒型バードフィーダーに止まって、それができればミニハシのバードフィーダーはもういらないね。君たちひよどりは木に止まって花の蜜をなめられるのだから、本来細い枝に止まるのも得意なんだよね。ひよどり先輩に続き、スズメさんも棒型バードフィーダーに止まれるようになりました。この子はがむしゃらにホバリングしてた子じゃなくて、ふわっとバードフィーダーに止まることができる子なんだろうな。人間でもろくに練習もしないで何でもそつなくこなす人っているからね。そのタイプのスズメさんなんだろうな。そろそろ午前中に出したバードケーキもなくなりそうです。今日は雪は降っていますが、寒さは緩み、朝の最低気温はマイナス5度で、昼間の最高気温は2度でした。この気温は明日も続き、明日の予想最低気温はマイナス4度、最高気温は6度だそうです。追加のバードケーキは少なめにしておきます。明日はこちらのバードフィーダーにもクリスマスの飾り付けをしてみようかと思っています。それでスズメさんが怖がらなければいいのですが、果たしてどうなるでしょうか。食欲が恐怖心を超えるのか、それとも怖いものは怖くて近寄らなくなってしまうのか。こちらはスズメレストランのランチタイムの様子です。ランチタイムもスズメさんたちで大にぎわいです。ご報告が遅れましたが、中段にはプラダンで作ったトレイを置き、汚れたらトレイごと取り出して清掃できるようにしました。これで最上階の部分も中段もできる限り衛生的な環境をスズメたちに提供できます。冬の時期は外で水が使えないので、この方法が今考えられるベストな方法ではないかと思っています。これで今シーズンのスズメレストランの完成度はアップしたのではないかと自負しています。それではスズメレストランを自画自賛したところで、本日もお別れの時間が来てしまいました。この動画が気に入っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。